はい、どうも本当にご無沙汰しております。炎のディスクコマンドでございます。どうも。いや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 、言ってますよ ね。いや、不安が多くて早くいつ更新するんだってね。いや、すごくリクエストあったね。久しぶりですね。何ヶ月前、これフューリーの時以来じゃないですか。あ、その後やったっけ。やってないでしょ。やばいっすね。じゃあ3ヶ月ぐらい。もう夏っす、夏、うん、夏になっちゃったよ。梅雨だけど、あっという間だ。いや、まあ、とりあえずあの不定期、ほぼ不定期になってますけど、まあちょっと気分が向いた時に、うん、今はいろいろやらせていただいてますが、うん、まあお久しぶりの、うん、もうとにかくね、あのエネルギーをね、うん、その分溜まってますんで、もう溜まってるって、特能なやつがいっぱい、いろんなものが、そう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 、みんなのね、あそこに乗ってガーッと、なんか白濁液、そう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 、腹まぜ液がね、まあいいや、ほんとここで言ってるから1000以上いかないんですよね。あそうなんだ。はい、じゃあ今日はもう渾身のお気に入り映画、おっと来た、デンゼル・ワシントンのイコライザー。やっ、これ映画館で見てすげえ面白かったな。今さらとおっしゃる方がいらっしゃると思いますけど、多分ね、うん、まあ、ディスコマ見てる方はもしかしたらもうアンテナ引っかかってるかもしれないけど、うん、やっぱイコライザーにね、うん、多分行ってないと思うんですよ、みんなね。これ買おうとか、劇場に行ってない人もいた、ね、私もちょっと行こうと思ってなかなか行けなくてタイミング逃しちゃったんですけど、うん、もうこれ多分買ってない人とか多分見てない人いると思うんですよ、イコライザー、うん、またデンゼルなんかちょっとよくわかんない、なんかちょっとね、なんかちょっと悩んでる顔した、なんか変なアクションだろみたいな感じだけど、うん、これはもう近年のデンゼルの中でもかなりのあれ大、うん、最高傑作、うん、なりましたから、これはねぜひちょっと買っていただきたいですね。今3763円で、うん、今アマゾンで売っていますので、こちらあと、ディスク、特典ディスクと本編ディスクと2枚組、うん、お、本編ディスクもついてるの、2枚組なんだ。あ、じゃあ大丈夫です。これ、吹き替えの方がデンゼル・ワシントンの大塚明夫さん、うん、で黒江ちゃんが半めぐみさん、うん、やってます。どうも先にスペックいっちゃいますね、うん、本編ディスクの方には、再生中に、メイキング、まああのフークワさんと2人でこうやって、うん、ちょっとあの、まあ、どういう撮影裏話があったかとか、うん、途中でね、あの急に印刷されるやつが、うん、これの、ビハインドシーンが同時にあの途中で印刷される、モードで再生できるやつ、これが一つ、入ってます、うんうん、あとはこれ本編ディスクの方に、まあ、イコライザーの胸の内とか、まあ、なんか多分向こうの英語をそのまま無理やりなんか訳したやつがありますけど、うん、まあ、これが 1,2,3,4,5、メイキング映像が4つ、うん、あとフォトギャラリーが52点、うん、これが入っていて、で特典ディスクの方はメイキングが20分ぐらいのものが入ってるという形で、これでもやってます。でもこちらブルーフォトもブルーレイという形になってます、うん、もうどうですかこのイコライザー。いや、これデンゼル・ワシントンってこれ60でこれやったんでしょ。かっこいい。別にもう役柄が元、ね、まあ、これ言うと、いいおじいちゃん、まあ、元 CIA の凄腕の男だったんですけど、うん、こいつがなぜか今、ホームマートっていうところかな、うん、そこで、しがないあれですよ、ホームセンターのところで働いてる おじいさんとか親父ですよね、うん、がいるんだけど、実はこいつは元凄腕の CIA 工作員で、うん、まあ、ちょっとある事件が多分あったのかなというところで、今はもうそのひっそりと目立たない生活をしてるんだけども、うん、クロエちゃん演じてる、まあ、売春婦ですよ、フッカーですよね、うんうん、が、ちょっと出会って、で彼女がこう、まあ、ひどみになってると、ロシア系のマフィアですね、もう最近、うん、最近ロシア系のマフィアすごい多いですよね、敵がね。多いね。これね、あんま後でもまあいいジョン・ウィックもロシア系のやつらが出てきて、ジョン・ウィックもそうなんだ、あとイースタン・プロミスでしたっけ、うんうん、あの辺りから結構ロシア系多いですよね、うん、なんかね最近ね、まあそいつらに使われてる、まあいいように使われてる、まあ道具、まあ、商売道具として使われてる、こき、うん、使われてるクロエちゃん見て、うん、ちょっとこれはちょっとこの子のために何かしてあげなきゃいけないって、俺ができるのはあいつらに制裁を加えることだって言って、うん、闇の処刑人としてこのデンゼルがね立ち上がるっていう、まあ本当にあのまあ隣近所にいるダークヒーローみたいな話ですね、うんうん、まあなんですけど、まあ、最近あのデンゼル・ワシントンがずっとあれじゃないですか、結構なんかその系統ずっとやったじゃないですか、なんか、うん、悪党なんだけどちょっといいやつだって、デン、うん、デンジャラスランとかね、すごい渋いやつって、ほとんどこれも見てないと思うんですけど、うん、結構今回あれですよ、久しぶりに私今回のために、もっと早くやろうと思ってやれたんですけど、ずーっとしてデンゼル・ワシントンのデビュー作からほぼ追って見たんでマジでそれをやったせいでちょっとね、なかなかデンゼルイコライザー熱がちょっとね、もう蓋がカパカパカパってなんか沸騰点今まで時間かかったんで、デンゼル熱の方が強かったじゃんいやそうですよ、だからもうデンゼル・ワシントンがこうやって怒りをどうしたらいいっつって、うん、やるしかないかっつって、立ち上がる時みたいな感じだから、うん、このイコライザーっていうところのねで、まあ、イコライザーに関してはこうやってね、向こうでイコライザーって向こうの、シークレットハンターっていう名前で昔テレビで
やっていたこのテレビシリーズの、まあ、も今度は映画として今回と、もともとテレビシリーズで企画されたのが、まあ、映画の方がいいだろうとかって、まあ、やってみたいですけど、まあデンゼル・ワシントンでね言うと、まあ本当に、お、北山さん帰ってきましたね、この時間帯に。しかもなんか今お前らやってんのかよって顔しましたが、まあ引き続きやりますよ。だからまあデンゼル・ワシントンはね、もともとやっぱり遠い夜明けとかマルコム X とか、結構あの黒人の公民権運動をやって、まあだからあれですよね、攻撃的な牧師みたいな、あのそういった役柄でもともと人気っていうか、あのそちらから出てるんですけど、まあその中でもあれですよね、あとほらスパイク・リーの作品でねやりましたからね、やっぱキャッチアップされた部分強いし、まあその中でも、まあ、このイコライザーに行く、まあ、多分あの最初の入り口としては、まあこのトレーニングデーが、もうこれも同じ監督がね、確かそうですよね、組んでやってるもんですけど、まあここからあのデンゼル・ワシントンのね、もともとあのまあなんか黒人俳優でやっぱりそういう攻撃的な言葉を言って、なんかあのそういった黒人の公民権運動に関してのキャラクターってデンゼル・ワシントン結構かっちりして、演技もすごくよくできてますけど、結構あのここにまで至るところってあのなんか黒人のいけすかないなんか弁護士の役だったりとか、ちょっとした なんか悪役だったりとかやってますと、やっぱなんか演技がね、フィラデルフィアとかいろいろとすごくいい演技してますけど、その割には結構なんかみんなからなんかそんなに好感が持たれないというか、そのなんか仕事選んでないって言われてるよね。そうそう、ありますし、結構ひどい映画もいくつか、ね、出てましたけど、なんかやっぱりあの演技はすごいんだけど、やっぱりなんか親しみを持てないみたいな感じがずっとあったじゃないですか。まあなんかデンゼルはね、素の顔はね結構女好きだから大変だからね、けど、結局あれじゃないですか、デンゼル・ワシントンのそこら辺の人と懐っこさってウィル・スミスだったりとか、ジェイミー・フォックスとか、多分あそこら辺ですよね、なんかね、ちょっとなんか、なんかちょっともう少しとっつきやすいキャラクターになっていたのは、いやでもデンゼル・ワシントンもウィル・スミスも共通してるのは、もう黒人じゃなくて白人扱いだから、ハリウッドではね、仕事選ぶもうヘッタクレもなくなっちゃって、やっぱ来た仕事どんどんオファー受けてやっぱやっていくっていう、なんかだろう、なんか流れ作業的な部分っていうのは強いと思う。だこの中でもトレーニングデーって結構なんかちょっとデンゼル・ワシントンのずっと見てると、結構もうそろそろ瞑想してる時に投入されたのがトレーニングデーって感じなんですよね、この中で初めてあのなんかちょっとあんまり大したことがない役柄の悪役やったのが、完全にあの悪と善人の間のボーダーラインのどっちにいるかわからないんだけど、なんか悪いような気もするし、なんかちょっといいところもあったりというところで、非常にあのデンゼル・ワシントンの晩年のところで、ここでトレーニングデーから結構自分を持ってるキャラクターっていうのなんかようやくここでなんか、あの今の黒人の活動家っていうところじゃないなんかもうあの新しいデンゼル・ワシントン像っていうのがここでトレーニングデーで結構なんか確立された感じの、ね、黒人のさ役者ってさ、やっぱ白人に近づきたいっていう、そういうなんだろう、差別されたくないっていう意識があってさ、ものすごく志が強いから、だそういう意味ではそのまさかデンゼルみたいなその何やっぱ名優がさ、こんな汚ね役やるなんてっていうのにびっくりしたんだよ、ね、ここらそうびっくりして、その後ねやっぱりなんかこっからデンゼル・ワシントン伝説が新たに、今までねちょっとあんまり中津飛ばずな感じで、なんか名前はなんか知ってるんだけど、今一つパッとした作品がないっていうのが、こっからグイ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 なんかあの口が悪くて性格がひん曲がって、こう結構明けすかにやるようになったんですよね。なんかひどい変な役ばっかりやり始めたんですね。まあけど今回のこのねイコライザー見るとき、まずトレーニングで絶対まずあこれは見とかなきゃダメだね。あと直接直系じゃないけど、このもう本当にね、あのイコライザーっていうのは、まあちょっとこのまま先にここにあんまり段取り考えずに行っちゃってますけど、まあここ最近のあれですよね、96時間だったりとか、結構あの隣にいるあのすごい親父シリーズとしてまあこれ出てくるんですけど、もうとにかくあれですよね、一回火がついたらやりすぎくんというやつなんですけど、まあとりあえずあのまず、ね、これに行く前にまずマイボディーガード、これ見といた方がいいね。これはねぜひこれはちょっとね見ていただきたいですね、復讐の話。こっからね、であの基本的にイメージしてほしいのは、結構まあ今回のイコライザーに関しては系統はこっちのコマンド系列っていうよりは、まあレオンなんだよね。あと最近だとアジョシ、アジョシかこの系統、だから人をぶっ殺すんだけれども、悪のなんかそれもやっぱり誰かのために自分が持っているスキルはこれしかないからやるんだっていう感じの、まああの隣にいる本当にヒーローものっていう感じで
これはもうあのやられてるんですけど、まあ、というかこの、まあ、こうやっていろいろあるじゃないですか、うん、最近のものがこうやってもうどんどんもうこれに似たものがやっぱり96時間ヒットしたからまたどんどん増えてるじゃないですか、いろ、ね、んなもうあの B 級ものから。でもこれ共通してるのがやっぱさ、小さな女の子守るっていうのが、うん、守るってことだ、共通なんだよね。ちなみにどっちかというとこっちはほぼあれですよね、もしかするとこっちがこのマイボディーガードのイメージをそのままなんか、うん、なんか受け継いだ感じですよ ね似てるよね、すごい似てますよね。あのこっちの方はなんか多分また工作員かなんかやっていて、うん、あの心に傷を負ってそれで、うん、あのしがないこの、まあ、あの用心棒とかボディーガードをやっていて、うんうん、そこであれでダコタファニングでしたっけ、うん、なんか彼女と会ってそれでこうあの人間らしい心を取り戻して彼女が誘拐された時にブチギレて、うん、もうとことん相手の組織をぶっ潰すっていうこれだけどマイボディーガードの超ダッサいタイトルつけてるから、うん、全くそれ想像つかないですよね。ひどいよねこの放題が全然違うよね放題と現代。もうだけどこの中のデンゼルはもうあれですからね、お前俺の一番大事なものをぶち壊したお前ら全てを全部無に返してやるって感じで、もうあれですからね、武器全部仕入れて敵の車両警察かな、うんうん、汚職警官か向かね RPG ぶっ放すところ、うん、最高っすからね、うん、結構爽快系なんだよ、うん、お前のケツに爆弾を仕込んだって言って喋れって言ってで喋ったけどお前はあと何秒だって平気で殺しますからなんかねすごい面白いね。これ結構ねあの隠れた名作だよね。これすごい大傑作ですよね、うん、これね。まあもうこのトレーニングデーに行ってこっち行って、まあ、アクションのもの行って、まあ、途中にねザ・ウォーカーとかちょっとごめんなさいなんかよくわからないアクションもありますが、ザ・ウォーカー面白かったじゃん。いやだけどそれ別の面白さでしょ、だっていろんな意味で面白かったじゃんまあそれはあるんですけど、うん、それでこのイコライザーですよ、うん、というかこのイコライザーがやっぱりすごいのは、うん、まずねさっき言った黒人の公民権運動の活動家っていうもう、うん、あのやっぱ人を導くっていう作品のが のあれじゃないですか、あるじゃないですか、うん、まあ、うん、なんかあので特にあのデンゼル・ワシントンが監督してるね、なんかディベートに関しての映画とか、アントン・フーコアのなんとかってまあ、うん、あの若いあの海軍の水兵かな、うん、が一体自分がどういうふうにこれから人生を過ごしていいか分からなくてもう荒れてるような、うん、人間をもうカウンセラーの役なんですけど、彼が旦那と話をしながら、うん、彼を導き自分も彼と話すことによって自分も救われていくとか、うん、あのその黒人が差別されてる黒人にディベートという形で活動を与えて、うん、白人と対等にその自分の言いたいことを言うってことに関して誇りを取り戻すみたいな、うん、あのものをやってるんですけど、うん、デンゼル・ワシントンってやっぱりそこがベースな感じがするじゃないですか、うん、人を誰かやっぱり、まあ、牧師じゃないけど誰か迷ってる人をなんか導いてあげるってことに関してやっぱ、うん、非常にあのデンゼル・ワシントンの演技が見た時にすごく心持っとかれてる時ってやっぱり、うん、あの普段だったらあんまり日本人とか言えない子って生きてるっていうことに関しては戦うことってこうやって素晴らしいことなんだってやっぱり、うん、なんか正しい道をこうやってなんかねマルコム X が、まあ、とか、うん、あのあそこら辺が代表的ですけど、ああいう攻撃的なんだけどやっぱり高潔な、うん、あの俺たちは生きてるんだってことに関してやっぱり宣言するようなセリフをもう一人で喋らせるともうとんてつもなくやっぱりなんか心持ってかれるじゃないですか、うん、あのイコライザー、イコライザーに関してはそのねこのやりすぎくんたちのアクションだけじゃなくてもうね、まあ、リアム・ニーソンのやりすぎくんもそれはそれで面白いんですけどやっぱりそこのところでまあアジョシもちょっとされますけど、やっぱそれよりアジョシはやっぱり助けてごめんなってなんかあのちょっとひどいことしてごめんな、それを言いたいがためにあのちょっとあの自分の心をね負ってしまった傷も取り戻すために戦うっていうところもありますけど、ちょっとやっぱりちょっとあんまり自分の気持ちっていうのは隠しながら少しなんか人間性を取り戻すっていうところですけど、やっぱりイコライザーに関してはもう俺がこの封じたこの血に汚れたあの手を俺はもう愛する人のために俺は封じてるんだけど、今目の前に助けを欲しがっている人がいる、俺は何ができるんだっつってよしあいつらぶっ殺そうっていうところの殺すして爽快なアクションがあるんだけど、やっぱりそこで誰かを助けてあげようって積極的なの救いの手を差し止めようっていうところがやっぱりこのイコライザーのところのやっぱり爽快感であり、なんかすごく見終わった後になんか心がふっとなんかちょっといいなんか幸せな感じもちょっとするんですよね、なんか見終わった後に。だってね、女の子を助けるだけじゃなくて自分のねその一緒に働いた同僚が困ってたらそいつのね、うん、そいつを脅してる警官もね逆にね取っちめるからね、楽しいですよね。なんかね、うん、巻き上げてるねピンハネとかあの場所だ所場代を取ってるからお前らに
あの懺悔する機会をやるから、うん、お前ら金を返したらさっきとお前らが言ってたこの犯罪に関する動画、うんうん、これは一切どこにもアップしないと、うん、お前らがもしそれをしなかったらあらゆるところにこの動画をアップしてやるって、うん、すげえウケるじゃんあれあのシーン超好きなんだけどとにかくねデンゼル・ワシントンの持って、うん、デンゼル・ワシントンちょっと性格悪い感じがちょっとずっとあるじゃないですか性格は本当に実際あるよイコライザーのところで見てるとこの正義を行ってるんだけどどっかに性格悪いところね、うん、さっきのトレーニングデーみたいな感じの動画あるんですけど、うんうん、それがねそこかしこに出るのがまたねすごくいいんですよなんかねデンゼルってもともとはトレーニングデイっぽい方があの本来の顔だよいやそうあそうですね、うん、あそこら辺からね本当トゥーガンズとかね、うん、楽しそうにやってますよ見てて、うん、改めてやっぱりあれですねちょっと今になってジャンルムービーいっぱい出るようになっちゃってさ、うん、まあだけどあれでしょうイコライザーねまたあるでしょうだってもう決まったもんか確かイコライザー続編やるって話ね、うん、あるよね結局どうなったんだろうなイコライザーはこれはちょっとねいくらでも話まで、まあ、あと2本ぐらいいきますよねボーンシリーズみたいな感じで結局96時間が経っちゃってるからさまあそれで3本はいけんじゃないのってでリアム・ニーソンのねこれと違ってやっぱりねまあこれからねまただねイコライザー何がすごいってまあこれ落ち言いませんけど結構これのラストのところでかなりあのブレードのウェズリー・スナイプス的な感じまで頂点までいっちゃいましたからねえここまでイコライザーってアフターケアしてくれるのって感じで完全に敵組織をぶつり出すからね、うん、これねいやもうだってどこ行くのこの人ってところで行っちゃうもんねすごいですよねあれは衝撃だよねあとここら辺のやっぱりねなんかやっぱ96時間をね最近だトップなんかトップバッターとか一番あれですけど、うん、すごいですね最近ねまあコマンドが最初に、うん、ちょっとちょっかい出したらお前ら全部あのすりつぶしてやるって感じで、うん、やりすぎくんのアクションがありますけどいやここ最近本当にあれですね手出して出しちゃいけないよって手出すとものすごい大やけどを負って映画むっちゃ多いですなんかね。なんか娘のために親が何とかするとかその小さな子のために何とかするっていう作品って、うん、やっぱ先駆けってハードコアの夜かなどうなんすかねジョイシー・スコットのほら娘がねその付属犬の女になっちゃったしあなんかエンジェルとかなんかいろいろありますね昔からねなんかね、まあ、タクシードライバーも言ってしまえばちょっとなんか、うん、まあまあ、誰の彼女はダメとは言わないけど、まあ、ちょっと少し苦しんでるってわけじゃないけど、うんまあ、彼女はあそこから救ってあげたいっていうところから、うん、グロリアとかねあとね、うんうん、ねなんかまあただ行きがかり上なんか面倒見ることになったのかんだけども最後まで面倒見なきゃいけないと、うん、最後は自分の全て捨てて戦うっていうような感じでね、うん、ありますけど、うん、基本はみんな女の子なんだよね助けるのはねそうですね男じゃないよねうんまあレオンは変態ですけどねこれねそれはリュックベさんが変態だからしょうがないじゃんだけどこれねこれも改めてねあの関連する作品なんか見直しましたけど、うん、どう考えてもなんかあれはあれでしょうあの精神年齢がね、うん、遅れてしまっているこのレオン、うん、あの子に恋してもう完全にあれですよね夫婦であり、うん、なんかお母さんでありって感じで完全なやばい話ですよねレオンってやばいでしょいやどう考えてもさあのリュック・ベッソンの自分の妄想をさガツンとぶつけてる気がしてしょうがないんだけどちょっとね、うん、グロリアの方はねあれはまあちゃんとまあ、うん、グロリアもちょっとね少しそうやってうがってみると、うん、なんか生意気な男の子だからちょっとまあなんか知んないけどちょっとあの夫婦っぽいところもちょっと演出はあったりするんですけど、うん、完全にこの完全版はね、うん、完全版にした途端にあれでしょ見た時劇場公開を見た時に、うん、なんでこの殺し屋がなこの子にここまで命かけるのか分かんなかった、うん、そうそうそう分かんなかった完全版見てあしょうがないこのことやりたかったんだってなんかね、うん、なんかもう恋しちゃってんだって結構やばい話になってたよねやばいだけどみんな泣いてるから俺、うん、いやこんなに変態な話なんでみんな OK なんだと思ってなんかねあの男の子にあのねあのイタリア人のあのあれじゃないですかあの人のところで話してると外であのねナタリー・ポートマンがなんかそこら辺のいい加減チンピラみたいな男の子と仲良く話してると、うん、ダメだぞこういうこと話しちゃってあれ完全嫉妬でしょ、まあ、嫉妬だ俺以外の男と話すなよってことでしょなんかあれ病的だよねまあ初めての恋ですからね彼にとってだっていやこのレオンもやっぱ童貞だったのかな童貞でしょやっぱ童貞じゃなきゃダメかダメでしょ、うん、だってあの接し方完全そうでしょうん、うん、まあいかにもロリコンっぽいようなこの、ね、映画館でポリポリポリってことはって昔の映画見て喜んでるんですよ何かやばいでしょだって、うん、まああれが心洗われるっちゃ洗われるんですけどやばいっすよレオンはだけど前とだからこそ今見ても俺大好きですけどレオンはねやっぱね12歳の女の子に恋しちゃダメでしょいやでしょうがないっすね、うんうん、だってもうナタリー・ポートマンやってるねあの子がだってもう
こんないい年した親父なのに私の言うことこんなに聞いてくれる、うん、面白いって遊ばれてますからね。でこれアメリカ映画だったら無理だったろうね。まあそうでしょうね。これフランスでやっぱりリュック・ベッソンだから大丈夫だったんだろうな。12歳の女の子に愛された殺し屋レオンとか、まあ、だけどね、愛されたね、これ逆だよ、これ12歳の女の子愛しちゃった好きになっちゃったんですね。いや逆逆ですよね。うん、まああとね、魅力としてはとにかくね、このね、ホームマートっていうホームセンター、あ、ホームセンターね、うん、もうだってゾンビ映画といい、うん、ホームセンターって出てくるだけで、うん、もうね、まあこれね、いきなりもしこのディスコマンドを見た人がいたら何言ってるんだと思いますけど、うん、俺たちはホームセンターって聞いただけでもう胸がワクワクするじゃないですか俺たちだってゲームやってる人だって映画やってる人だって、うん、そういうボンクレ映画見てる人って、うん、ホームセンターが出てくるだけでどう、やばい、殺しの道具いっぱいあるよ、うん、武器になるものもあるからだってまずさ、何あの略奪とか始まったらもうホームセンター行かなきゃいけないじゃん。ホームセンターでしょ。そう、まずそこだよ。あと俺たちからハンマーがある、バールがある、うんうん、ね、高枝切りばさみがある、うん、言うとで、これをさらにダクトテープで合体させるって、うん、もうね、みんなデッドライジングみたいなことやるんだ。考えちゃうわけでしょ、だって、うん、ショッピングカートあってね、うん、なんかあれつけたら武器になるってみんな考えますからね、だってね、うん、もうそこでこの元 CIA の工作員が働いてるわけですよ、うん、しかも最後のバトルのところはホームセンターですからね、うん、いやね、敵もね、まあ、確かに強いんですけど、うん、まあ、申し訳ないけどホームセンターでね、最後の決戦挑んじゃダメですよね、やっぱり、ね、敵の土俵で戦っちゃうからねこのブラス最後のボス、ダメですよあれはもうみんなあれですからね、普段使ってるものが全て殺人の道具になりますからね、うん、いやーだけどね、久しぶりにね、あれですね、ドリルで人殺すとか見ましたねこれはね、胸湧くですよね、後半ね、戦い始めてから。あとまあ本当にあとアクションですよね、うん、最近ね、こういう接近戦で戦うってことのアクション、うん、もう最近の積み重ねたデンゼル、もうね、うん、レス北山さんが命名したデンゼリングアクション、これがデンゼルがやるアクションそうやって言ってるんですよ、今私たちの中だけど、もうその中炸裂してますから、なんか、うん、もうこのね、イコライザーアイですよ、なんかこうやってもうとにかく見た時に普段目にしてるこのペンとかね、うん、ああいったものがどうやってこいつらを殺すかって感じで一瞬にして考えてあ、よし、だいたい19秒かなって言って、いや燃えますよね、ね、死のカウントダウンをね、うん、するのはなんか、いやあそこからもう全然2時間以上ありますけど止まんな、もう全く飽きないですね、うん、いやーこんなに面白いアクションものを俺は久しぶりに見ましたよ。だからそろそろね、スティーブン・セガール戦ってもらいたいね。スティーブン・セガール今回ね見直したんですけどね、アクション結構沈黙の戦艦っぽかったっすね、だからね、うん、そう沈黙の戦艦っぽくなかった、やっぱそうだよね、そう、これね、俺もそう思った、俺ね、見てなんか最近のガン型があるじゃないですか、うんうん、ね、あとそれがもういろいろありますけど、最近こうやってね、まあトム・クルーズもこうやって隣にいるヒーローものでこうやってアウトローとかやってますけど、うんうん、これのアクションはやっぱりね、なんかそれっぽいですよね。そうなんだよ、ただこういうのがないんだけど、うん、ね、結構沈黙の戦艦で私も改めて、あ、ここ俺すごい当時面白かったんだっていうのは、そのなんか工作機械とか、うん、結構内部の刺し方ですよね、うん、このパシュパシュパシュとか、電動ノコギリのノコギリのところで体ガーッガーッって体切ったりとか、うん、結構日用品とか、うん、そこら辺を使って殺すんですよね、うん、戦目の戦艦、あと何が起きてるかわからないっていうところのアクションの組み立て方ですよね、うん、これ共通してるとかさ、こういう映画でのこのアクションの戦い方のシークエンスって、相手が攻撃してきたところをこっちが受け流すっていうスタイルが全部そうじゃん、うん、だってイコライダーもやっぱそうじゃん、そうですね、相手が攻撃してきたら返すっていう、こっちから攻撃を仕掛けるっていうシーンよりも相手からの攻撃の方が多いじゃない、うん、いやそれって沈黙の戦艦もそうだったしさ、やっぱそれってなんだろう、自己防衛本能ってやつ、うん、まああくまでも彼の方から剣閣かけてるわけじゃないですからね、そうそうそう、イコライダーは、うん、最初はね、救うためにお金を出してこうやってなんかこれでなんとかならないかっつって、うん、帯に済ませようとするわけだそこらでね、うん、OK、ありがとうって2週間だけなって、あそこ腹渡煮えくり返りますからね、うん、見てる方もその後のでもやっぱさこのデンゼルもやっぱ変態なんで本当に人殺したいんだよねいやもうそれは言ってますからね、うん、俺がまあこれネタバレ言っちゃいますけど、まあもうね、最愛の人と会うまでは、うん、多分あれもう
人殺しをそうに子供の頃から知ってる男ですよね。でろくでもなかったんだけど、まあ女性に会った一人の女性達成で救われて、それからもう人殺しやめようって言ったけど、もうそっからまた今回の子っていいのか、この封印した俺のこの技を出してもいいのかって、うん、ドキドキしながら悩むってところがね、本当変態なんだよ実はだからこれレオンもそうだけど、このイコラダも変態映画なんだよ。もう頭精神病で演出いっぱいありますからね、うん、あの物の置き方にすごくなんかこだわるとか、うん、ここはこうじゃないきゃいけないとか、もうてかが最初の貸し込み行くとこで扉を開けて一回出てくってパタンって悩むところもう頭おかしいですからね、うん、こいつは。でも俺たちからしたらこういうなんか変質者みたいなのって大好きじゃない。大好きですね、うん、狂ってくから。これまたデンゼルのこのね気違いな感じがいいんですよね、うん、またね、なんかちょっとまたリアム・ニーソンの気違いとまた違うんですよね。リアム・ニーソンってやっぱね気違いだけども自分の娘がさらわれたか助けに行くってさ、そうそう、やっぱねそのちゃんと説明文句あるからね、うん、でもデンジャーって別にさ血がつながってるわけじゃないのに、ほっといてもいいんですよね。ほっといてもいいんだけど、やっぱ殺人鬼とキラーとしてのさやっぱ本能が働いちゃってるから、本当に狂ってる人だなと思って。いやもうだから結局ランボー4と同じで彼が唯一できるのは殺ししかないわけですよ。だから、うん、結局そこで何かもうね言葉とか、うん、何かそこにね法的な措置で助けるってことは彼はできないですよ、やっぱり、うん、俺ができるのは唯一殺すことだからランボー4は俺がそれだから好きなんですよ、うん、結局俺は蛇ね捕まえて、うんうん、結局なんか別の道を探そうと思ったりとかね、うん、ランボー3もそうじゃないですか、うん、もう俺は足洗ってもう何もやることないからってことね、石なんかあそこで変な大会なんかでやったじゃないですか、うん、結局呼び出されて、うん、俺が最高に人のためにできることは殺しなんだってことだからねあそこのもう逃られない業ですよね、うん、これがイコライザーやっぱり最後、うん、もうなんかすごくそのなんですかね、見たとスカッとすると同時に、うん、ちょっと怖いっていうところがあって、うん、なんかすごいあれですよね、バカアクションっぽい感じもありながらやっぱそこになんかちょっとなんか思想っていうか、うん、それが少しにじみ出てるってところね、うん、これがやっぱりデンゼル・ワシントンの今までやってきたなんか俳優としての仕事っていうところがなんかオーバーラップするところがなんかある意味、まあ、これね異論が回るかもしれないけど、デンゼル・ワシントンのある意味なんかすごい到達点、うん、今のところ、うんうん、分かる分かる、うん、楽しいって感じで、なんかここ近年で一番面白かった、うん、デンゼル。これはね、まあ本当だったらね結構古くちょっと前に出たやつだから流してもよかったんですけど、いやもうねもう仕方ないからね、劇場で見ながらブルーレイで梅くんとかね、うん、最高っすよって言って、うん、俺同じ時計買ったんすよって言ってから見たけど、いやーブルーテレビ家でも見ても超面白かったっすね、うん、これね、いや枠時ですよ。なんか最近のねインターステラーとかゴジラみたいに、うん、やっぱ劇場で 見ないとちょっと面白さが伝わらない映画とやっぱ違いますよね、うん、それやっぱりそれはやっぱ人でなんか人間ドラマってやっぱ少しベースにあるからっていうところと、うん、やっぱ俺たちのこのねフラストレーションってこういう男がなんかいてくれたらそれはもうすごい頼りにするわけじゃないですか。なんか無駄なシーンがないところもいいんだよ。年2時間以上あるのに本当に なんでこんな無駄なシーンないのかなと。でもさ後半の方のさ船爆破するやつとかさあれむちゃくちゃだよねでもあれもあれのむちゃくちゃだに俺も劇場で大笑いしちゃったもんなんだよこれ。だからこいつは殺したくてしょうがないんです。だから本当にこいつ変態だったと思ってとにかく俺やるなら徹底的ですからね、うん、こいつはね工作員でなんかだって周りの迷惑全くかかってないからないすよ。これはねやっぱブライアン・ミルズ96時間のリアム・ニーソンと一緒だわと思って周りが迷惑するの考えないですからね。考えてないわと思って。うん、だってあれね船爆破して周りの関係ない施設にどれだけ影響を与えたかってことですからね。本当だよ。だってさその何バイタのさちっちゃい女の子、うん、その黒山モレッツにのその制裁のためにやってるのに助けるっていうね。そうあれはあったとしてそれにしてはさ被害受けてる人たちいっぱいいるよこれいっぱいいますよ、ね、めちゃくちゃだよと思ってでもそこが面白かった。面白いですね。そうだ真面目に見すぎるとこの映画つまんないっていう人が多いと思うけど、あまあね、そうやっぱねこのなんだろうデンゼル・ワシントンの狂気な部分が、うん、特にね際立ってるからねよく出てきます。まあだけどまあ96時間のやつを、まあ、いい感じで、うんいいとこ取りしてる感じですよね、うん、やりすぎくん映画としてはね、うん、間違いなく影響を受けてるはずだよ、うん、96時間、うん、まあコマンドがね走るとはいえね、うん、やっぱねコマンドの時はやっぱり対象ターゲットだけですからね、うん、やりすぎくんしたのは、うん、これは関係ないところも迷惑かけてるのがね、うん、最近の特徴ですよね、うんうん、コマンドだと邪魔する人間をじゃあ排除していくってことだけどね、うん、これもまあ邪魔する人間排除していくけども寄り道するじゃん自分のね同僚を助けたりとかさ、うん、そこまでは欲してないんじゃないか黒いもっていうところもね。そうなんかむちゃくちゃなんだよねで結構そこでさ何その見てる側のさイマジナリーラインが壊れるんだよ。要はクロエのためだけにやってんのかなと思ったらまた全然違ったりとかするじゃん。いや本当狂ってる。あれはね自分の満足のためですよ。そうそう自分の満足なんだよねだからこのデンゼルは本当に狂ってるんで
いや本当にね、まあね、本当にもうこれもね、今回のディスコマ多分 2,3 回ね、うん、あのまあ本編とあと、うん、大塚明夫さんのね機会もしてましたけど、うん、もう全然飽きないですね、まあ、ね来たって感じですよね。傑作です、これね。まあぜひぜひ、あ、これ予告ですけど、もう今年のね秋にあのまたやりすぎくん映画、うん、あのキアヌ・リーブスのジョン・ウィック来ますんで、またジョン・ウィックやってきて、またこのやりすぎくん映画についてまたいろいろ語り合いましょう。なるほど、なんか語れることいっぱいあるでしょこのむちゃくちゃなことする人たちは、ね、私は先に US 版でね、うん、もう我慢できずに見ちゃいましたけど、うん、もう俺今我慢してますよ、あれもう最高でしたマーオブ大地も見たとか言ってその前なんか。マーオブ大地ってあのカンフーもの。なんだっけ。あ、はい、あれってもうあれタイトル。ね、日本版も出てる。日本版出てるよ。なんだっけな。うん、俺はあの向こう版でしか。ファイティングタイガー。タイガー。うん。マンオブ大地出てますんで。ひどいタイトルだよね。ファイティングタイガー。これね、ちょっとぜひね、あのディスコあの二人で、うん、このあのこういうデンデリングアクションといいますか、うん、まああとリベリオも入ってきますよね。リベリオも入れちゃうんだ。いや、あそこら辺のあの最近のこのあの近接戦闘アクションについていろいろ語り合いましょうと、ね。ああ、なるほどね。これは、ね、見たらわかります。俺がなんでこんなこと燃えてんのかなんか。ああ、ジョンウィック見ればわかる。ジョンウィック見てくれれば、まあ、もう本当に早く公開してほしい。完成披露行かなきゃ。行きますからあれね、うん、ジョンウィック。というような感じでね、うん、あのそこら辺ちょっとまたいろいろやっていきたいと思いますので、またちょっと次回がね、ちょっとまた分かりませんが、またあのエネルギーが溜まったらバーッと、うん、みんなを孕ませるために放出しますんで、やばいな、はい、ぜひ、引き続きお付き合いいただければと思います。ということで、はい、どうもありがとうございました。